分岐点に立ってて、どこに行けばいいって、この状態が人生であったのでしょうか。レジェブの皆さん、おはようございます。本日をみんな紹介したいのは、分岐点にたどり着いたら、人生の節目にたどり着いたら、あなたは何をするべきかということです。みんなのご存知ですね。僕は東京から帰されなければならなかったというの状態なんですけれども、どうしてそういう状態になったかというところはちょっと後ほどで説明いたします。しかし、僕は東京から帰されて、最初みんなのご存知、数ヶ月僕は頑張って、しかしそのシステムにずっとけなされたからこそ、なんとなく鬱になって、うつ病になったからこそ、自分の対人恐怖症まだ復活したからこそ、ものすごく落ち込んだ、ものすごく途方に暮れたな状態になって、自殺未遂に至るまでになったんですけれども、当初自分のコーチを見つかって、そのコーチは自分を自己啓発というのを正解に誘ってくれて、そこから僕はいろんな知識を重ねて、そして自分の使命にしたのは、なんと700万人の同じ対人恐怖症者を同じく脱出させるということです。もしあなたは現在対人恐怖症を抱いたりすると、最初はこちらの動画をご覧ください。そしてもしあなたはあまり相談に乗る人はなかったり、下の概要欄に自分のウェブサイト貼ってあるので、そこにもコールのスケジュールも可能です。または自分とも PM も可能です。それをぜひやってみてください。そして早速ですが、僕はずっと人生で抗ったということですね。特に学校とかですね、みんなの先生が言ったのは、あなたの成績悪いからこそ高校に行かないよって言われた。 でも自分が高校に行ったんで、もし、もちろん高校は卒業しなかったら、最初の試験は失敗したんですけれども、でも成績悪かったら、そこに行かないと言われたんですけれども、で自分は昔ながら例えば学校ではね、いろんな例えば数学とかあって、でその数学ではいろんなこうね問題があって、その問題の解決にはこうね先生が教えたの方法で解決しなければならない。でも自分はそのシステムに抗った、自分は自分の方法で解決した。そのね、その結果は同じだけど、結果はその結果の数字は同じだけど、イコールは同じだけど、でも自分の方法は違ったから、そのポイントもらなかった、だいたい成績が悪かったからこそ。でみんなは、あなたはそのすべての先生は僕にけなされて、あなたはそのシステムに従わないよ、だからあなたは何もならないよ、あんたバカだよってずっと言われたんで、あなたはもう高校もに行かないよ、普通の仕事やるよって、自分もそこにもうくたばれるよってずっとに先生に言われたからこそ、自分はそこに抗ってできるよ、できるよ、できるよ、あなたはあなたは今ね、どうして日本語を勉強すると、所詮日本語も全然できなくなる。でも今日本語で喋るんじゃん。あとは前にも言われたのは、あなたは東京に引っ越さないよ、あなたの状態で何も金もない、東京に引っ越すなんてできないよ、もう一切に夢になる、一生の夢になる、夢のまたの夢、できないの夢というのことです。でも自分は東京になんと3年間に住んでて、しかも4回ぐらいで日本のテレビにも出たことがあって、で自分がね東京に引っ越した時には、最初はすごく嬉しくて、もう自分の夢はやっと叶ったというのことですね。そして大学に迎え入れる時には、前にも言われたのにね、あなたは高校卒業しなかった、大学に入らないと言われたんですけれども、自分は大学に入った。自分がね、大学に、でも、その当初大学の選ぶ時には、自分はちょっと違うの大学を選んだ。東京に行く前に自分は早稲田とか東大に行きたかったんですけれども、でも東大はねハードルは高いとはいえ、自分はそのバカではないけど、全然入った、本当に入った。先生にも言われた、あんたは頭いいよ、全然入るよって言われたのに、自分はああここはしなかったから、いろんなこう情報を調べて、でそこではかって書いてあった、ちょっとしたフレーズでちょっと迷ったんで、あなたはこう
まあ、その入るの状態な状況なんですけれども、その大学に入る状況は、12年間の教育システム、まあ、教育を受けた、かつか、このね、その証明書とか、その、まあ、卒業の証明書を持っているような人というのはあったんですけれども、で、自分は前には知らなかった、こういうなんかフレーズだけは、ちょっと今、このフレーズ今ちょっと浮かばないんですけれども、これは、これとこれ一緒じゃなくて、これかこれが必要。これは弁護士から教えたから、自分はもう大学退学したからこれを教わったから、ものすごく後悔したいんですよ。で、その後悔したからもう大学に入らなくて、もう自分の最悪の夢、つまり自分の悪夢、本当にうなされるというのを思って、自分のエネルギーはもうドイツに帰れるだよって思われたからさ、からこそ、そこにエネルギーはずっとフォーカスしたから、ネガティブのところで、だからこうドイツに返されたということです。だから自分のストーリーなんですけれども、から見たら一番大事なのは、その分岐点に立っている時にはいつもは苦労することはポイントです。から見たら一番大事なのは、その分岐点に立っている時にはいつもは苦労することはポイントです。苦労するからこそあなたは成長する。一番難しいの道を選ぶからこそあなたは成長する。簡単な道は選べないということです。簡単な道を選んだらもう終わりという、自分は簡単な道一回選んだらもう終わったんです。だからもうすぐに退学した、もう金がなくなって退学したというのはその状態になった感じ。ではレシピの皆さん、みんなの本日ご覧いただき誠にありがとうございます。僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、では明日の課題なんですけれども、明日の課題はそうですね、あなたは物事を始まる前に何するべきかって明日の課題になりますので、もしその動画を本当に見たいなら、こちらのチャンネルに登録と通知ボタンを押してください。自分のものはシェアのケア、つまり配りは世話だから、友達には配ってください。この動画をシェアしてください。高評価もお願いいたします。僕はこちらのチャンネルは自己啓発や心理学を使って対人恐怖症、怠慢対策などを、まあ、対人恐怖症対策と怠慢対策をちゃんとなどをね、説明しますので、そしてそのシェアしますので、その対策を。もしよかったら、まあ、価値なんですけれども、あなたはもし自分のビジネスとか成り立てたりだったら、自分も Facebook マーケティングにもちゃんと説明しますので、その間でこちらの動画よかったらご覧ください。では次の動画で会いましょう。